です。じゃんじゃん、戦場カメラマンでした。はい、ということなんです。私、野口さんといえば戦場カメラマンだったと。今現在もっといろんなことも撮ってるんですけれども、やっぱりイメージとしてはこっちなの。新聞社入ってすぐいろいろ行かれるんですもんね。そうですね、まあ最初の頃は先ほども話したように写真も知らなかった、というのと、まあそのライカでグッドバイを読んだから戦場カメラマンにも憧れてた部分があったっていうのが、で、まあ、3年目の時にちょうどルーマニア革命って言ったのは、東ヨーロッパが一連の民主化でほとんど流血はなかったんですけど、そのルーマニアで初めて、まあ、戦場体験をすることになって、で、まあ、近くにこう弾が飛んできたり。いや、おっかなくなかったですか、戦場行くって。怖いっていうか、まあ、その頃まだ若かったですしね。体も動くわ、そう、勘も効くわみたいな。勘も効くわで、でまあ、ヒッチハイクしたりして、こうルーマニアのブカレストに入っていったりして、で、まあ、その時に送った写真って実は日本で一番早く、日本の報道陣としては取材で撮った写真が送られて新聞に使われたっていう。あ、そうなんですか。ちっちゃな、いやいやいや、入社早々だから大したもんだね。やっぱり最初からそうだったんですね、野口さん。まあ、そういう体験をしながらですね、まあ、まあ、そこからずっと、まあ、各まあ、戦場というか紛争地に、その後、まあ、イラクのクウェート侵攻があって、で、まあ、でもイラクには入れないので周辺国 で、はい、で今話題になってるガザ、はい、パレスチナのところに行って、でイスラエル兵に追っかけられながら弾を撃たれて追っかけたりとか。怪我したことはないんですか？まあ、怪我はね、不思議となかったですね。流れ弾受けたとか、受けたらここにいないかもしれない。ないです、ないですね。なるほど。はい、その代わりに、熱帯熱マラリアっていうのはアフリカの戦場でかかってしまって、で、大層な病気。今話題になってるデング熱もかかりました。はいそうですか。いや、でもそりゃそうですよね、何にも免疫のない日本人が行くんだから。そうなんですよね。結構大変だったんですか？大変でしたね、まあ、パリで結局入院することになったんですけど、意識不明のずっと重体で、ICU の中に5日間ぐらい入って、で、なんか血液も全部交換された。後で知らされました。ねえ、なかなかの大病です、ね、生きるか死ぬかの大病を乗り越えて、なんとか頑張って日本に帰国して、で、はい、で、そこから北海道に。そうなんですよ、北海道来て、まあ、今はね、札幌に着いてるのが、まあ、その戦場カメラマンやって大病し て、 して北海道に来て転勤になったっていうのがきっかけだったんですけど、やっぱり北海道来ると、ね、ビルはから見えるっていうか、空が広いじゃないですか。あ、はい、食べ物も海の幸、山の幸って美味しいじゃないですか。で、僕お酒が大好きなので、はい、お酒もこう日本酒からビールまでこう美味しいので環境がガラリ変わって、ガラリと変わって、で、変な言い方なんですけど、こう血液も全部交換された、性格も変わっちゃったみたいにはなんかもう戦場カメラマンより、いいやと、もうああいう戦場じゃない生き方をしていこ う、 していこうと。北海道の青い空を見ながら、美味しいものを食べながら、で、次の住処を札幌にしようと、決めたんですよ。で、また3年間札幌で暮らしをして、東京で泣きながら転勤してって、で、そうすると再びまた札幌に来るきっかけがあって、で、ちょうど38の時ですかね、それが、それで、もうその時は来た段階で40歳の選択定年制っていうのがあったので、もう2回目に北海道来た時には、もう朝日新聞を辞めて札幌にもう住み続けようという思いでやってきて、で、40歳になって、いや、実はって言って、青年海外協力隊ってありますでしょ。で、まあ、そういう戦場カメラマンと紛争地とか、そういう発展途上国のところに行って、まあ、随分僕もね、土足で人の家に入り込んだので、少し恩返しでもできればというちょっと思いがあったんです、で、その青年海外協力隊に応募して、で、無事受かって、で、ソロモン諸島に、派遣されるために駒ヶ根市、ごめんなさい、長野県の駒ヶ根っていうところで研修を受けてたんですよ。そしたらやっぱりね、こう研修の終わる10日前ぐらいに、その派遣国が部族紛争が
勃発して、うん、でまあ行けなくなって、うん、そのまま札幌に残って、うん、まあ、フリーのカメラマンとしてやってかざるを得なくなったのかな、はい、そうなんですって。なんかいちいち生々しいですよね。なんか私なんかあんまり触れたことのないそういう時間というか情報の中でいろんな人生の選択をね、うん、してきたんだなって、いちいちそういう紛争があって行けなかったとかっていうのなんか生々しいな、そういえばそんなのあったなと思いながらね、うん、伺っておりました。そんなわけで戦場カメラマンだった野口さんなんですけど、今日ちょっとここでついでにと言っちゃなんですけど、なんかすごい賞取られたじゃないですか。第1回ネイチャーズベストフォトグラフィージャパンです。はい、そうです、はい、でそれの、うん、スミソニアン特別賞っていうのをいただきまして、うん、2013年6月に、はい、そのアメリカワシントン DC のスミソニアン博物館の中で授賞式があって、でそこでちょうど丸1年間、はい、その写真が展示されてたということなんです。どんな写真だったんですか？ちょうど大槌町っていう岩手県の沿岸の町がありまして、でそこで、まあ、津波で流された人を自衛隊がこう雪降る中こう捜索をしていて、で遺体が見つかった瞬間にハッと手を合わせた写真なんですけど、はい、私見たことある、いやなんかあんまり悲しい写真だからね、こう表立って、うん、どうだ撮ったっていう感じでは言えないにしても、まあ、ニューヨークタイムズとか、うん、海外の新聞紙でも大きく取り上げられて、ガーディアンとか、はい、そういうところでいっぱい一面だ、うん、中で大きく取り上げられた一枚でした。うん、そんな写真も撮られました。東北とのご縁はですね、札幌にいらしてからもすごくね深くなっているということなんですけど、じゃあそのあたりも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです、じゃん。